で、これがね、アーティチョークなんですけど、今4月の、まあ、下旬ですからね、結構成長早いんじゃないかなと思うんだけどね。あんまり、ね、大きくならんかなと思ったら、結構そうでもないね。結構でかくなってきますよ。で、最初はね、冬場はね、こう平べったくなってるんだけど、だんだんやっぱりね、上にでかくなってくるというね、背が高くなってくるんですよ。ね、こうだから間が空いてくるというかね、火にあの当たるように葉っぱがだんだんこうね向きをいろいろ変えてね、で譲り合いの精神とかないですかね、こいつにね。なのでちょっとでも自分に火を当てたいみたいなね、他の植物に譲る気は一切ないですから、こいつらね、全部自分の日光にしたいみたいなね、そういう感じのあのやつですね。まあ多分ね花咲くと思いますよ、6月にはね。